さあ始まりました、カモユリチャンネルの私がコスモスでございます。あなた誰ですか？ハルピョンです。はい、よろしくお願いします。というわけでね、これが最後の動画になりますね。 YouTube やめます。はい、残念です。今までありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、皆様のおかげでね、今まで連れてね、違いますよ。ん？違います。今年最後ってことですよ。あ、今年ね。今年最後じゃないですか。そんなんもうみんな分かってますよ。あ、じゃあ明日からも動画撮らなくていいってことですかね。明日はもう1日になって、年明けてるから、まあ、撮らなダメなんですよ。明日は27日やから。いや、違う、今日、その撮影日のこと言わなくていいんですよ。え？出るときにその合わせて喋りましょうよ。ああ。めちゃめちゃ休んでましたしね。まあ確かに。うん。今年の冬か。体調崩しましたね。熱出て、治ったと思いきやインフルになって。ね。その後に私、また熱出てみたいになってね。うん、で、今も、なおこの鼻声です、私。もうずっと風邪ひいてます。ずーっとです、うん、もうしゃあない。これは4回受けてるんですよ私。インフルの検査うつしたらあかんしってこと、うん、みんなに迷惑かけたらあかんしってこと、逆にもうインフルであれと思ってるんやけどね俺。逆にコロコロちゃんの検査受けました。コロコロちゃんの検査も一緒に受けてますからね。コロコロちゃんって言うとなんかコミックが出てきますけどね。いや、今日はですね、あ、はいはい、あの、はい、2023年一発目の動画で、うん、今年の目標っていうのを喋ったと思うんですよ。なんかそんなん言ってた？目標達成できたのかっていうのを確認していこうっていう。なるほどね。おそらく何もできてないですよね。いや、そんなことないですよ。あ、そうなんすか。うん、俺できてないと思うけど何も。ちょっとあの、紙メモってきたんで。あ、なるほど。はい、じゃあやっていきましょう、はい、せーの、レッツゴー。目標って言っても、うん、そんなに多くはないんですよ。目標立てたっけっていう感じなんですけどね。私が4つ立てて、うん、子さんが2個。あ、俺も立ててました？一応。私、こういう目標立てるみたいなことをバカにしてるタイプなんで。あ、バカにしてましたね。はい。そんなに必要ないっていう。頑張るやんっていう。何もせんでもそんな頑張るしって思うタイプやから。うん。頑張るやつはそんな目標は勝手に立ってるんで。まあ、まず私の目標から。はい。まず1個目。1個目。2023年の5月までに10キロ痩せる、うん、どうですかね。いや、どうですかねってもう結果わかりますけど私は。うん、はい、逆に太りましたよね。ですよね。うん、ですよね。私なんとなくね、思い出してきましたけどね、うん、目標を発表するタイミングで無理ですよって俺ずっと言ってたよね。そうですね、さっき見返しながらメモしてたんですけど、うん、すごい無理やねって言ってましたね。すごい無理やねって言ってたよ、うん、当たってるやつ逆に。逆に当たってるから俺1ポイントやね。じゃあ、アイポイント、はい、分かりました。いや、ポイントのそのなんかあったっけ。ポイントとかありましたっていうツッコミもあってるんやけど。なんでスッといけるのそれ。そんなシステムなかったやろ。いや、また私もポイント獲得できるチャンスあるんです。ないですよ。ありますよ。言ったもん勝ちですからね。そのポイントはどこで還元できんねんって話もあるから。それは、いや、ボケやからええやん、そこ広げんの。あ、ほんまですか。うん、まあでも太ったって言うけど、うん、まあマイナスばっかりじゃないんですよ。私の可愛いが増えたっていう、うんうん、あまりにもガリガリの人やとしたらね、あの、太ったら方がいいよとかってあるかもしれんけど、うん、あなたガリガリじゃないですから、可愛いは多分半減してますよ。本当ですか。はい、私が増えたということって、はい、可愛いが増えたっていう認識なんですけど、分裂した場合ね。分裂しないですから。分裂したら、私が増えたになるけれども、うんうん、太ってこう、なんかそいつが独立していかへんから、ね、ずっとその社内にいますよ、あなた。まあ、自分のこと可愛いなんてね、これぽくちゃん思ってないんですけど。思った方がいいですよ、それも。自分のこと褒めてあげましょうね。自己肯定感上げていきましょうね。じゃあ、二つ目。まだ飲んでんのに。チャンネル登録者の目標、50万人。ああ、50万人言うてました。それも思い出しました。ダメでした。いや、もうしゃあないよ、それは、でも。ちなみに、2022年12月31日時点では、18万7千人ちょっとでしたね。すごいね。うん。え、20万人増えてるわけやろ。え、しかもね、すごいのが、うん、これ私にポイント100欲しいなと思うんですけど。何ですか？私、リアルに言うんやったら38万人いってると思って言ってるんですよ。うん、そうですね。来年の今頃には、38万人いってる、うん。いや、リアルなとこついてる。そうそう、目標の意味がない。言ってたかもしれない。やばないです。あ、なんか言ってたかも、それ。これは次100ポイントじゃいます。だからさっき1ポイントあげたんですよ。1ポイントやったら何もできないんで、うん、1×0、2つみたいな感じで、0、2つ追加しましょう。それを相手におごるみたいな感じでいきましょうか。はい。なしで、それは。でも言ってた気しますね。予言者やなと思って、自分。それで言うなら私も予言者なんですけど、あなたが痩せないっていうこと。そんなん痩せへんやろなっていうのは何ぼでも言えますよ。私は数字をドンピシャで当てたんですよ。すごいな、でもそれ。ほんまにすごいな。それはほんまにすごいな。しかも、滑り込みで12月、ギリギリ、最近いたんですよ、38万人。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげでございますね。次。はい。貯金する。私分からないですけどね、どうなんですか？貯金全然できなかった。でしょうね。もう今一旦分からないとか言うたけど。なんでか分からんけど、貯金ないんですよ。あのね、お金をね、何に使ったかって把握してないで、相当危険なことなんですよ。分かってるやん、じゃん。明確やん。あかんよ。
あと引っ越しとかもでかかったです。まあまあ確かにね、家電をもうほぼ一式買い替えたんで、うん、まあそうだね、電子レンジとかはまだ買えれてないんですけど、うん、だってソファーも買うって冷蔵庫も買うってって知るもんね。洗濯機も買うって。うわうまい。次最後ね、4つ目、はい、ミルクボーイに会う。無理やったよ。無理でした。全然無理や。うん、やっぱり芸能畑の人に会うのって難しいっすよ。そうですね、特に芸人みたいな人たちって我々みたいなチャンネルで一番嫌うチャンネルなんで、宇都宮さんに関してはちいかわ好きやから我々みたいなチャンネル好きな可能性もあるけどね。インスタもちゃんとチェックしてるんですけど、うん、めっちゃちいかわですね。一番好きっすもんね、うん、ミルクボーイ、ね、一番好きなんですよ、うん、でも会えなかったということで。会えなかった。はい、残念でした。次、おじさんの目標。おじさんじゃお兄さんや。おじさんなんかおれへんね。じゃあ次、改めまして。はい。子さんの目標1。はい。はい。鍛える。じゃあ、それは俺に言わしてや。ん？それは俺に言わして。あ、どうぞ。俺の目標やねんか。あ、どうぞ。あそこすっと譲ってくれんねん、意外と。うん、私に必死きます。はい。鍛えるということですね。はい。そこは喋れや。そこは喋ってええとこやからさ。鍛えましたか？鍛えてないですね。残念ながら。なんやったらね、私もね、うん、ちょっと太りましたね。うんうん。で、まあ厳密に言うと、鍛える鍛えへんで言ったら、ちょいちょい筋トレとかはしてるんですよ。うんうん、ただ、今までと同じメニューでやっても、代謝が悪なってるのか知らんけれども、うん、つかへんし痩せへん。辛いですよ。まあでもね、二人で今月から一緒にジム通い始めたんで、うん、パーソナルジムを。あ、そうですね、動画にもさせてもらってますけれどもね、うん、そこで二人でちょっと恋愛されたらいいなと思いますね。頑張っていきますよ。頑張りましょう。はい。で、目標2に書いてあんねんけど漢字間違ってるし、うん、得意に会うって、得意さんね。チュートリアルの得意さんに会うってことですよね。これ目標達成できませんでしたね、これもね。あー、そうですね、はい、これもそうですし、うん、あとなんかチラッとね、確か中山浩太さんにもみたいな話をしましたよね、うんうん、中山浩太さんに関してはニアピンがあったんですよね。なんかそれ言った気がするな、はい、まあ営業部のね、なんかつながりの飲み会みたいな、誕生日会みたいなのがあったんですけど、名古屋で行われてたんですけど、私行けなかったんですよね、それね、うんうん、そこに中山浩太さんが招待されたっていう。行けなかった。マジで行けばよかったなって。何も目標達成できてないでしょ。いやいやもう。ダメやん。いやほんまに申し訳ないねんけど、うん、あなたには言われたくない。マジで嫌。私は38万人をドンピシャで当てたんで。うん、いやいや、目標は私も何一つ達成できてないけど、うん、ドンピシャで当てたんはすごい自信持ってます。うん、いや俺もドンピシャで当ててるけどね、痩せないというのは。そんな痩せる痩せないはもう2分の1ですよ。2分の1っていうのそれが確率で2分の1みたいな言い方合ってるのか分からんけど、うん、いやでもね、そういうことですよ。目標なんか立てる意味ないんすよ、うん、結局ね、うん、やるかやらんかやから、やればいいだけの話やし、うん、まあだから私はね、鍛えるっていうのところがもう変わらずやり続けたんですけど、代謝が落ちてダメだったと、うん、要するにおじさんになったなっていう話ですね、うん、そうですね、残念ですね、本当にね、うん、お兄さんやけどな、まだお兄さんでいいけどな。これからお兄さんになっていきます。ベンジャミンバトンです。ちなみに、ちょっと、右下ら辺にちょろっと書いたんですけど、はい。それ右下関係ないやろ。右下見えてんのか、みんな。なんで右下とか言う必要があるの。みんなこの間見えてへんやろ。そんなんやったら字間違ってるとかさっき言ってたけど。いや、それは、出さんか分からんし。いや、それは言いたいやん。それは言いたいね。わざとやってんのかなとも思うやん、俺に対して。感じ分からんかったです。ああ、そうか。まあ、その右下に書いてるんですけど、うん、まあ右下以外にな、はい、まあ2023年何があったかっていう、どういう出来事があったかって、達成はできなかったけれども、うん、こんなことがありましたよと、うん、まず事務所に所属しました。ああそれすごいね、確かにね、うん、キャリオンという事務所に所属させてもらって、お友達ができたというか、そうだね、うん、みんなすごく優しいし、スタッフさんも優しいし、うん、おかりさんもひかるもね、ふまえさんも、うん、まえさんもすごい、いやすいません、名前みんなそれ言う、それ名前言うていくもん、それ加藤ミリアの曲みたいなの。いや大阪は4人だけなんで、うん、一旦4人だけ、なるほど、そうそう、うん、それでも東京の人にも会うてるから、なんか角立つね、それを言うかしたら、ちょっと東京の人の多すぎるやろ、多すぎる、多すぎるから加藤ミリアの曲になっちゃうんだから、そう、うん、いやロンリーガール知らん、加藤ミリアの、わかんない、マジで、うん、うん、じゃあまた聞いといて。その次に、はい、たくさん知り合い増えたって書いてます。もうええやろ。はい、というわけでね、皆さんね、こうやってね、2023年もね、走ってまいりましたけれども、うん、うん、いろんなことがあったっていうか、あんまり変わってないかな。変わりましたけどね。うん、変わりましたか？はい、キャリアに入った。で、そう、もうそれ言うてんねん、一回。もう最後の締めの挨拶しようとしてるから。いや、私の中ではそれ結構でかかった。いや、じゃあでかかったんやったら、もうちょっと喋ったらよかったやん。いや、締めようとしてきたから。じゃあ、喋りや、じゃあどうぞ、じゃあ、はい。楽しかったです。いや、ないやないか、何も。な、楽しかったですって終わることを止めてまで言うことか、それ。な、頼むで。頼みます。
はい、締めをね。はい。いいですか？うん。はい。変わらずね、顔見るチャンネルこんな感じでやってます。変わらずね、2024年も頑張れたらなと思いますんで、とりあえずね、うん、今年はこれで最後でございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。なので、この後、ショット動画上がるんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまた、来年、次の動画でお会いしましょう。いや、私を。いや、私を。バイバイ。合わへんっていう最後に、ね。ちなみになんですけど、はい、もう終わってなかった。はい。はい、来年、辰年なんですよね。はいはい。何？辰年。ああ、そうですね。二人ともね。年女、年男です。そうですね。はい。よろしくお願いします。うん。それが言いたかった、最後に。うん。はい。